ございますけど、ウッドアイのキメちゃんでございます。おはようございます、ね、本来は、はい、まあ、こういうスタートじゃなかったんですけど、はい、いきなりキメちゃんがねバイクでいらっしゃったんで、はい、もういきなりこういう感じで、ね、スタートさせていただきますけど、キメちゃんのバイクやばくね。やばいっすね。 VF400、はい、しかもこれインテグラ、かっこよ。これ超レアです。超レア。これ VF400 っていうのは、はい、CBX の後に出たバイクなんですよ、はい、それでこれは VF400F が出た後に出たインテグラってことね。何が違うかというと、 VF400 はちっちゃいビキニカウル、はい、ね、これはフルカウルモデル。それで足回りがなんですよ、はい、ディスクブレーキになってるんだけどね、はい、トリプルディスク。これが VF400F の初期型に関しては CBX 同様、ね、インボードディスクなんですよ、はい、インテグラになってからディスクブレーキになった。だから俺はこれ子供の時から CBX400F のホイールが嫌いで、これつかねえかなってずっと思ってたんです、はい、あ、これなんですね。あのインボードが嫌でって話ですね。そう、はい、いやキメちゃん超レアなの乗ってんね。マフラーって立つこれ、キメちゃんこれズーマーのマフラーでしょうよ。ねえ、これこれこれでした。キメちゃんは声ちっちゃいですよ、はい、そうですね。もうしかもメットかぶっちゃってるからもっと、キメちゃんは今、はい、ね、どうやったら速くなるかを考えてこれにしたと。へえ。で、作るのめんどくさいからスリップオンにしたんですよ。これね、はい、VF って、はい、俺1回だけいじったことあるんですけど、お、はい、キャブ外すのも大変だし、マフラー外すのも超大変なんですよ。あ、メンテナンスは大変なんですね。だからキメちゃんが何言ったかというと、はい、マフラーの取り外しが大変だからスリップオンにしましたよって言ったんです。これキメちゃんが言ってること全部わかりますから。すごい通訳ありがとうございます。いやー、これキメちゃんちょっとエンジンかけてよ。キメちゃんが、はい、ちょっと着替えてきたいっていうんで、はい、俺がエンジンかけて。はい、なんでこれ VF にこんな食いついたかというと、はい、ね、まあ、ちょっと2つ思い出話があって、はい、1つは16歳の頃よ、はい、初めて横浜の集会に出た時、はい、ね、高校がハマレのやつ多くて、はい、ね、はい、全日本の集会来たことないでしょつって、行こうよって言われて、お、はい、それで、あ、いいよいいよつって潜って入ったわけ、はい、これはその時CBR 乗ってったわけよ、わざと。お、自分が乗ってた CBR を乗ってた当時、はい、俺はその時は春山を目指してたんで、それでその友達も何人も来た中で VF がいたのよ。へー、はい、うわ、 VF とか横浜のやつ乗ってんのっつって、めちゃくちゃ吸い込んで、はい、ね、GS みたいな落としたの。あ、へー。それから俺ちょっと VF 好きになっちゃって、はい、まあ VF を買うことはなかったんだけど、はい、それで月日は流れて、はい、まあ、俺が20代になってちゃんと勤めてる時ね、はい、そこの会社の先輩の社員の人が、はい、昔うちの息子が乗ってたホンダのバイクあるからやろうかって言われたの。おお、はい、え、排気量はって言ったら 400cc だ、はい、うわっ CBX じゃねえと思って。まあ確かにホンダって聞いたら、そう、見に行ったらこれだったの、全く色も一緒。あ、へえ。それで俺はそれやらなかったから、はい、まあ、要はもう放置しててボロかったし、あ、はい、まあ、友達にあげちゃったんだけど、その2つの思い出があったんですよ。いろんな思い出が。ね、という、はい、やってる間に、キメちゃん。ね、キメちゃんといえば、はい、神奈川ではもう指折りのペインターさんでございます。はい、ね、だけど、なんで俺が今日いきなり来たのは、はい、多分キメちゃんも分かってないんですよ。そうですね、はい。そう、この前、キメちゃんにとある塗装をしてもらって、はい、ね、その時に今度キメちゃんお店遊びに行くよって話しかしてないんです。はい、そう、それでね、あ、よそくん、どうもお久しぶり。あ、お久しぶりです。あ、 YouTube 中で、そうです、この方、はい、キャンディーライフの岩崎くん。僕がバイキュア始めたばかりの時に、はい、初めてカスタムペイントでお世話になって、はい、覚えてます。青のこう E2 カラーでラッセムして、そう、そう、それで俺が乗ってた
あのフルラッセンのエアブラシも岩崎くんにやってもらったのよ。はい。でもう岩崎くんっつったら本当にもう知らない人はいないぐらいエアブラシで有名。テレビチャンピオンでも優勝してるから。あ、そうなんですね。すごい。はい、だから、はい、俺の知ってる巨匠っていうのは、はい、もうこの2人。ああ、なるほど。この2人なじくして、はい、カスタムペイント業界は語れないから。すごい。ちょっと今度お邪魔させていただきます。わかりました。また何かあったらよろしくお願いします。わかりました。どうも。なんでわしがここに来たかというとよ、はい、でこの前キメちゃんが気になる LINE 来たんですよ、はい、キーッと来たんだよ。キーッと来た、はい、でキメちゃんって前もそうだったんだけど、はい、ガレージにいろんなもんぶら下がったの覚えてる。マフラーとかバイクとか。あ、以前来させていただいてきそうですね。そうじゃん。いや確かに正直そうですね。あのペインターで回る前に車とかバイクが好きで、はい、収集癖すごいね。あ、ここにも。そう。はい。それで、こういうバイクだってそうよ。もう確かに。本来必要ないバイクよ。ね。はい。そして、はい、この前、横浜さん、71乗るんですかみたいな。はい。いや、この前手に入った部品ですみたいな。はい。来たの。はい。ちみちゃん、なんなんこれっつって。俺が71好きなの知ってるでしょっつったら、いや、でも横浜さん持ってないじゃないですか。いやいや、それも全部売っちゃったんですよ。おー、はい、なんで言わないのっつって。だからそこで俺反省したのよ。はい、キメちゃんのガレージも把握してなかった俺が悪いね。ということで今日はキメちゃん、キメちゃんのガレージのガサ入れでございます。ガサ入れ。ね。いや、ここまずすごいですね。これちょっと豆炭じゃないこれ。うわー、これ豆炭。これ、これ CBR。これね、CBX とか CBR だったら、はい、死ぬほど欲しがるコブラ缶ついてます。大神のコブラ缶。これね、SP タダオのコブラ缶。はい。SP タダオなんですよ。これポッケね、はい。これ2サイクルだから面白いって。ゴリラとかモンキーっていうのは4サイクルだから。あ、これ2サイクル。いいですね。はい。これだからパリ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 ンと音がしていい。あれわかんない。何これ。うっ。え？あ、これですか。こんなとこにエンジンついてる。え？すごっ。え、キムちゃんこれ何？いや、なんか、仕事が忙しくて、先進まないんだよ。キムちゃんっていうのはこういうとこなのよ。はい。あの、何の計画性もなしに、こうやって集めて、はい、あのもうこういう風になっちゃう。ああ、なるほど。ジャグもあんじゃん。すげえ、うわ、すげえ、何これ。ジャグ。これ。はい。キムちゃん、なんでこんなさ、ハーレーなんて持ってるの。カスタムペインターだから、とりあえずハーレーみたいな感じ。なんかね、うん、勢い。うわハーレー、グラストラッ、あ、ビッグボーイか。グラストラッカーだと思った。VF 好きだからよ。VT まであんの。かっこいい。V 型仲間で。こんな綺麗、あ、これやべえ。はい。3000キロしか走ってない。これ、あのオーナー。この前どうしたの？こう。ゲットした。V 型でしょ。うん。V 型でしょ。こっち V 型2気筒だもんね。で、こっちも V 型でしょ。え？あー！そういうこと、ね、トンチ効いてるね。トンチ効いてる。同じ時に V が欲しくて、うん、トンチ効いてる。V 中まで全部取る。トンチ効いてる。いいねこれ。これは、はい、当時本当に売れに売れたのよ。へえ、うん、かっこいいこれ。RZ が本当にベストセラーでして、はい、死ぬほど売れてた中、はい、ホンダがこれを出してもうむちゃくちゃ売れたんですよ。
だから女性ライダーが当時ものすごい増えた時期だったんだけど、はい、VT ってめちゃくちゃ女性ライダーが乗ってたのよ。それでいてすげえ速かったんですよ。へー、はい、バリバリ伝説で、はい、ね、出てくる、はい、あの女子もこれ乗ってますから、ね、詳しくはバリバリ伝説。あ、なんだっけな、名前忘れちゃったな。みゆきだっけな、ちょっとヤンキーっぽい。そう、やべえな、キネちゃんまさかバリバリ伝説通用するよ。通用してましたね今ね、すげえ、ね、明日は、はい、ね、ガリオコさんで、はい、小爆だから、はい、明日は小爆漫画だわー、すごい、ここでバリバリ伝説来ちゃったかよ。やっぱバイク好きが、ね、あ、はい、それに対して何の執着もない。なぜなら雑に置いてる。うん、なんでもないよ。キメちゃんはこれマフラー忍んと持ってるだろ。はい、ね、これだって意味もなくただ集めてるから。ここにも一個置こうってる。キメちゃん、もう穴開いてんじゃん。ほんとだ。そう、これ何？これって何用なの？新兵器用。本当？うん。これ絶対間違いない。ふだふだふだ。本当？うん。これ絶対新兵器。俺たち、はい、今キクちゃんの CBX 企画、はい、やってんじゃん。やってますね。ね。はい、でキクちゃん当時メッキのショート缶つけてたんですよ。あ、言ってましたね。ね、写真もあったんですよ。はい、だからこれは当時に忠実に、はい、やっぱり作んないと菊ちゃんの青春仕様にはなりませんから。はい、これは私譲っていただきます。ん、私譲っていただきます。え、これ、はい、後ほどちょっとこちらの方は。で、ちなみにこれ、はい、ね、俺が大型免許を取った時に一回勉強で乗ってたの。あ、はれ、うん、はい、これ、へー、ダイナローライダー。ほー、うん、似合わない。似合わない。俺はだってこれよりあの奥のワンツーファイブ、あれは、うん、トータルにしよね。だから当時よ、俺なんかが要は中学生の時とか、はい、大樽美峠って死ぬほど有名だったブーム、はい、オートマイブーム、はい、俺中学生なのに家から弁当持って大樽美峠行ったことあったから、ね、絞ったチャリンコ乗って。はい、大樽美って言ったら、うん、あれだよね。それでね、でも当時よ、大樽美峠もう渋滞しちゃってて走れないのよ。走りが多すぎて。なるほど、聖地になりすぎちゃって。ああ、もうすごかった。すごかった。ああ、80年代90年代ってバイク好きがいっぱいいたのよ。はい、だから今40代50代でしょ、はい、うちの YouTube 見てる人。そうですね、ね、それはやっぱり80年代90年代、はい、バイクが好きだった人。はあ、だから私くしはそういう方に支えられて、はい、生きてるわけです。はい、これたまらんと思うよ、これ。これワンツ？当時ダルビ走ってる人にはたまらん。何これ？雄三マフラー。おお！ RZ といえば、はい、雄三とか、はい、石。はい。へえ。だからペコペコなんだけど、ほんとキメちゃんは好きだからこれワンツとかの部品も集めてんだけど、はい、乗らないんだ。あれマジで10年以上放置してる。ね、誇りだよ。まあ確かにそんな気がしますね。そこでえ、ちゃん10年だよ、あれは。あれ新車なんだよ。え、あれローパル、うん、新車。 ロードパルじゃない、あれ新車。あ、ロードパルだ。うわ、チャリみたいな。ロードパルの前に、はいはい、すげえマフラー発見した。やべえ、あれ。なるほど。あれやな。ロードパルを見る手でそっち行く。あ、わかりました。姉ちゃん、ロードパルすごいよ。ちょっと見せてもらっていい？ちょっとそっち開け。うん。うわー。君ね、こんなんどこで見っけたのよ。いろんなルートがあるんすよ。こんなんどうすんの、ロールパル。ちょっとやばいもん今見た。嫌な予感したね。
キミちゃん、これ何よ。それはね、うん、太鼓ってやつじゃないですか。これトラストじゃん。え、トラストって書いてある。ほら、トラストじゃないんだよ。いや、これトラストって書いてある。ほら、ここに、ここにトラスト。ほら、お、すげえ、本当だ。これさ、何を。それね、うん、ハイエース用だと思う。スイカハイゼット。あ、これハイゼット用だったらちょうど欲しかったんだな。今作ってるじゃん。はい、キメちゃんさ、わざとでしょ。ロードパルから振ってさ。あ、なるほど。にくいよ。そういうことか。にくい。今日来るって。では。隠すよ。そしたら俺。だから、ね、はい、いきなり来るってこういうことよ。こういうのがあるのよ。ね。はい、それでちょっと撮り直ししよう。ダメだ。うちはもういつも、いつももうこういうスタイル、もうね、ガチスタイルでやってますから。これはとりあえず、うん、何か決めちゃって、はい、ジャストーンの中丸くん知ってんのすごいつながりが。そう、いや、なぜか知ってんのよ。意味わかんないでしょ。はい、ね、確かに。これは俺一応ね、中丸くんのところにちょっと今日持ってって七一用かどうかちょっと確かめてくるんでね。だってキメちゃんほら、あの、確かめようがないからね。キメちゃんはなんだかんだ言ってよ、はい、そういう男なのこれ今二人の中で、はいはい、めちゃくちゃどういう方向に持ってこうかなってたから、キメちゃんは、はい、いや、この男マジで持ってると、はい、で俺はね、もう年も年だし、はい、無理くりは嫌だけど、はい、どうにかしてほしいと今これせめぎ合ってるわけよ。そういうことですよね。なぜなら俺も気持ちが分かんのよ、はい、キメちゃんは収集癖半端ないじゃん、はい、収集癖測る人って手放したくないのよ、はい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 、ね、はい、それは分かんのよ、はい、ね、だけど俺はどうしても欲しいのよだからもう、はい、もうさっきの流れだったら売るだろう、これこれはい、うると思うだろ。いや、もうそんな気しますもん。てか、あの、ここ来るのにプリウスじゃないなと思ってましたけど、これだったんですね。これも積んどこ。まあ、こんなのよ、キミちゃん持ってたって、はい、ショーディーだから。なんか、もう、クモの巣張っちゃって。そうだろ、お前。これ、クモ、お前。なにこれ。これ、卵だ。卵ですね。こんなのお前よ、はい、俺が使うしかないでしょ。やばいやばい、後ろ来た。キメちゃん、なんか隠していったでしょ。隠していったでしょ、今。隠していったでしょ、今。トイレ、トイレ。え、いやいや、あの走り方はトイレじゃねえよな。もう絶対隠していってたね。いやいや、これもう、筋トレ、俺も50代だから筋トレしねえ。俺が欲しがってんのは、はい、今、動画で どうしても必要なピースなわけよ。だから俺も別にキメちゃんから安く買い叩こうとかもらおうとかいう気持ちはないですから、はい、もうあとこの後2人で大人が話して、はい、そうです ね大人会議、大人会議して、はい、もう2つね。すごいですね、この一瞬のガサ入れで。いや本当、いや俺マジでこれがあるのは知らなかったけど、それらしきものはあるなと思って。嗅覚がもう嫌な。だから キメちゃんから LINE もらった時に行かねばと思ったの、はい、いやこんな部品持ってんのかいみたいな、はい、ね、だから本当今日来てよかった。俺が何でも欲しがるみたいなねことを思われてもちょっと困るから、はい、あれだけど、ほらあの中でオリジナルの外装いっぱい。いや俺思ったんすよ、そこ。そうだろ、すごいですよね、タンク。そう、だからこれは何であるのかというとよ、これ、はい、キメちゃんっつうのはやっぱカスタムペインター屋さんだから、はい、ライン取り用に持ってるの。ああ、あれだってフォーク、そう、フォークの中なんだとか、はい、あの隣の角タンクなんて、はい、
今野崎くんが一番欲しがってるのなのよ。すごいなんなと思って。野崎くんはもう免許を今度3回目の免許取りますけど、はい、ね、はい、あのフォークの色が欲しい。ああなるほど。だから本来だったら俺もあれちょっと売ってよ売ってよって言うけど、はい、これに関しては仕事のものって俺知ってるから。まあ確かにそうですね。純正ペイントするための一応言ってみます。ちょっとあれ言ってよ。あれ新品なんですよ。え？嘘でしょ。それも絶対持ってくよ。話が変わった。どれ？う？え？ワイスピーカーじゃん。ワイスピーだ。新品のワイスピー。やば。新車発動。これ。はい。ここにコーションがあるじゃん。はい。これコーションがあるのが。はい。車体の販売時についてやつ。ああ、なるほど。で、はい、これが部品で買うとこのコーションがついてないんだよ。ああ、新車でそのまま外したやつ。昭和57年7月15日って書いてある。うわあ、決めちゃうさ。これをウドミコンに塗ってから完璧なものができる。すげえ。マジで、はい、俺あの仕事のね、はい、ものだから欲しがんないっつったけど、言ってましたね。これあえて俺に勧めてるってことはどういうことなのって話じゃない。そうですね。うん。この前白 ISP 塗ったから赤 ISP はこれあげますよってこと？いや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 、売ってあげますよってこと？これさ、うん、みんなさ、これないとさ、塗れないんだよね。もう超歯切れ悪くなってるけど、キムちゃんが言いたいのを今俺が翻訳するとよ、はい、ISP から自分の見てください。はい。赤、朱色、紺、白なんだけど、はい、オレンジが多いのよ。この色がね、みんな合わせてるから。そう。あ、なるほど。新品でずっと箱の中入ってたから。そう。だから、オレンジっぽくなってる塗料が多いの。これマジで、我ら旧車街とか見てください。ね、だから、キベちゃんは、うちは新品外装があるから忠実ですよってことを今、よく言ってくれたんだと思うけど、はい、俺からしたら、いや、見せびらかして、終わりじゃないよね、キメちゃんって。はい、そうですかで終われるわけがないよねと。わかったじゃん、キメちゃん。わかった。キメちゃんは新品タンクマニアってことでしょ。いや、マニアって仕事だからね。ね？わかった。これはだからキメちゃんの仕事のものだから俺手出さないけど、はい、さっきのマフラーは俺、はい、手出すよ。まあカスタムペイントとは。ね、無縁だから、はい、確かにでしょ、まあ、その代わりと言ってはなんですけど、なんですけど俺がずーっと前から取ってやる鈴木の箱に入ってる4割の新品ガイスを出すの。マジで、うん、国内だよ。逆車だったら俺はそんなの分かってっから、国内じゃなきゃ価値がないのよ、はい、ああはい、これはね、はい、こっち国内の初期型の黒に赤のストライプのポイント車、あれの俺新品外装持ってるんだよ。マジか。ああ、どう、ウィンウィンじゃん。確かにね。ああ、マフラー長いっち乗らないな。そうでしょ、売るだけでしょ、うん、持ってたとしても、ね、それだったら身内の俺が持ってる方がいいわけよ、はい、これ落としどころじゃない？あ、なんかすごい綺麗なとこ来たと思います。来たでしょ、まあね、これで変に金の話するのってやらしいじゃん。そうですね。はい。おお。よいしょー。すごい。これ綺麗な終わり方でしょ。いいですね。ね。めっちゃ綺麗。ありがとうございました。大切に使わせていただきます。まあ、切っても何にしても。あとは。じゃあちょっと君ちゃん、四ザリのダイソーね、取りに来てください。ちょっとこれ取り。はい。おお。ね。ここに置いたのガチなやつじゃないか、うん、え何いや、なんか聞き捨てならない感じでしたね。聞き捨てならないこと聞いたな。はい、そうこう、片付けてるわけ、うん、これはそんなに、これ第2弾あるな。そうですね。でもこういうの第1弾、はい、俺たちグイグイ行きすぎて、はい、あの前の箱塚の山口さんに、はい、箱塚の山口さんはマジであれから
何回頼んでも見せてくれないから。そうですね。そうですね。全くスイッチ入れなくなりましたね。年末も餅を届けに来てくれたのよ。その時もコンコンとお願いしたんだけど、コンコンとハカスカの話をされて終わったから。だからキムちゃんも今回、はい、まあ綺麗な着地点ではあるけど、はい、ね、俺に持ってかれたから。はい、ね、キムちゃんももしかしたら次は俺なかなか見せてくれないんじゃないか。2年後ぐらいかな。そうそう、2年後がよかったら。ね、またこういう感じね。だから君ちゃん本当ね、本日はちょっとありがとうございました。本当わがまま聞いていただいて、いやーすごい、どんざりの国内もんの新品タンク、あの店の上にあるやつです。そう、絶対売らないっつって言ってますよね。何十年も持ってたやつをね、こういうことなのよ。いやーすごい、友情って。結構傷んでるな。結構傷んでる。穴開いてるし。穴開いちゃってる。うん、え？めっちゃ穴開いてる。でここ後ろから突っ込まれてるな。曲がってっからこれ。本当だ。へえ。修正するのは大変だけど、はい、だけどこういうのはどっちが得、どっちが損じゃないから。はい、ね？使われてほしいところに行くのが一番いいのよ。はい。まあそうですね。そういうこと。だから俺のところにあの四ザリの新品ガイソあったって。はい、乗らないですし、まあ、俺は四ザリちょっと本当好きなのよ。あ、そうなんですか。へえ。俺直感で乗んないんだったら四ザリの方が好きだから。あ、へえ。元々四ザリ乗ってて GS だから。あ、そうなんですね。だけど四ザリにもう多分乗らないから。はい。そんだったらキメちゃんが持ってた方が一番いい。確かに。だから四ザリの今後ね純正カラー塗りたいって人は、あ、確かに。ウッドアイさん出してくださいと。もう綺麗な新品タンクのライン取りで塗ってくれます。そういうこと。確かに。ね。はい、お疲れ様でございます。お疲れ様です。あのジャストーンさん遊びにね、はい、来させてもらいましたね。私のこの北海道ね、ケントも行きましたね。はい、ね、七井ちゃんこれもこの前整備してもうバリバリです。で今日委任状とかも長丸くんに届けて、もう希望ナンバーもお金も振り込んで、いつからいつまでに来てくださいと。本日は長丸くんに、ご報告がございました。はい、一つだけどうしても試したい部品になりまして、はい、ね、それを、ね、なんかちょっと今日、あれ何この流れって、そうですね、いきなりですね、それをちょっと見てもらおうと思いまして、はい、ね、いきますよ。あら、うわ、あ、これを手に入れたわけですね。なるほど、これですよ。はいはいはい、すごい。これトラストカルですね。トラストカル、まあこれはね、はい、車検通らないんでしょ今は。これそう、これはレース管なんで、うん、触媒が多分つかないタイプですね。そうだから、はい、まあこれはちょっと一回つけるだけよ、はい、ね、それで音聞いたり、はい、それでもしかしたら純正の触媒がね、はい、つくように改造してもらうかもしれない。でだけどまあとりあえずこれは当時もんの超もったいないんで、はい、長丸くんだったらもうバスバス切っちゃうよこれは。私は全部もう切っちゃう。もうあの長丸くんはもう関係ないから、はい、音が良ければいいから。そうですね。そう。だ私はこれはねちょっともうあの切れないから。はい。ね、このリブがあるのが当時でしょ。そうそう。やっぱりこのリングが付いてるんですね。そう。これがあるかないかでやっぱ偉いちゃうから。だから一応これは一回持って帰ってよ。うん、錆落として、はい、塗装まではするつもりなんで。あ、はいはい、ね、了解です。だこれそしたらまた持ってくるんで、しました、ね、はい、これを、まあ、ちょっと後日つけてもらう。はい、分かりました。ね、まあ、音はもう中丸感なんで、はい、その前の段階で一回ちょっと段階で一回つけてみて、まあ、いいと思いますね、はい、そしてこれね、これは CBX そう、中丸も詳しいからそれ多分どっちかっていうとこれよりこっちに食いついたと思うよ。これでも珍しいっすよね。そう、井上はもうエンディランスが主流なんで、この井上ショートは珍しいんですよ。ショートは珍しいっすね。じゃあこれはもうキメダ君の今ガレージにねもうガサ入れしてきてね、もうこの2つ見つけたから興奮していただいたんですけど、これかあの要は部品取りでね、はいはい、もう90年代から放置してる71からこれ外したらしいから、ね、うん、ああこのまこれ、はいはいはい、
それで原子の部品もたくさんついてたんだって、うん、それも全部外してトランク開けたらこれが入ってたらしい。すごいっすよね。、なんでこれって。そう聞いたらさ、トランクに入ってたんだ。だから多分オーナーは昔新列乗ってて、その後長市乗せた。まあそんな感じな流れ。そうそうそう。だからまあちょっと前段階でこれを一回つけてもらうと。OK ですね。了解です。というわけで、中丸君ありがとうございます。はい、ありがとうございます。報告までございます。じゃあ引き続き、はいはい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。これでも聞いててびっくりしました、その色見本の話で、うん、色見本持ってるところってやっぱプロですよ。あ、うん、で君ちゃんはとにかくうまいもん。あ、うん、だからこういう変なこだわり持ってる人ってうまいのよ。あ、確かに色見本持ってて買うじゃん、うん、20年使ってないからね。どれか持って帰るよね。でもあれも何年取り出されてないあれなんですか。だから君ちゃんは、はい、きっとよこれデータ取りしてるからもう色とかも、あ、なるほど、もう本来は使わないのよデータには。あの加藤さんもそうなの、こっからここまで何ミリとか、もうデータ取りしてるから。あ、なるほど。もうじゃあだからもしかしたら今後使わないやつかもしれないから再現はもうすぐできる。あ、うん、いやー今日は身があるな。すごいっすね。